何故人は芋を食べるのかという話でしょうか。今年は優秀なものが多いようだ。あの標的は俺が先に見つけたんだぞ。汚い？意外とぬるいこと言いますね、ちゃん。芋女。芋？もうみんな忘れたと思ってたのに、ひどいですよ。そうだ、サシャに謝れ。母ちゃんに会いたくてうずうずしてんのか。そうなんですか。なわけねえだろ。やめろ。二人作ってもらってたくせに。そんなジャンボーヤに料理の何たるか教えてあげますよ。料理だろうが掃除だろうが構わねえ。俺が勝ったら二度と邪魔するんじゃねえぞ、この芋女。おとりだ。あ、ニックン。あ、ニックン。くそったれ。てめえよりマシだよ。うっせえな。おい、あいつらがやんのか。夢のカードが。は、バカか。俺はミカサにのこと騙してたのかよ。そんなのひでえよ。二人とも嘘だって言ってくださいよ。3年間一つ屋根の下で苦楽を共にした仲じゃねえか。てめえこら返せよ。おい、自由の身だ。の力一つでなんとかできたことあったかよ。弱気だな。初めてってわけじゃねえだろこんなの。別に慣れたかねえんですけどね。ジャン、サシャ、コニー、あちら側任せた。了解。俺たちが引き受ける。うわー、やめえ、ふざけんじゃねえぞ、いもんな。自分が何してっか分かってんのか。やめてくれ、サシャ。一人で全部食うやつがあるっけ。うわー、よく取る、取った、取ったよ。サシャ、その肉はジャンだ。あー、のかよ、俺たち止まってて。ライナ、お前ら。おい、うそら、セオロメンタマぶっ潰してる。このバーカ変態大魔王。うるさい。 あそこにん、ずっとそう信じてた。全て仕掛けました。作戦は順調か。じゃあこれ、うわっ、天下は。とりあえず俺たちはまた生き残った。他の仲間には悪いけど、やっぱりお前らは特別だよ。俺はダトじゃん。バカは生えたての髭を整えたりするような、つまりお前のことだ、バーガ。ああ、そうですよ。ヒゲなんか育てても食べられないのに。はぁ、あ、おい。うるさいな。もう出血だ、穴を塞ぐんだ、急げ。サシャ、島まで耐えろ。何が目的なんだ。さあな。おい、いいぞサシャ。世界はずっと複雑で